どうもショータイムゴルフです。ややっすね、ちょっと左から。お願いします。右っすね、ちょっと。お願いします。よっしゃ、後半も頑張っていきましょう。絶対負けない。いやさ、なんなんだよ。そうね。おかしいでしょ、マジで。距離はないけど。現役じゃねえとは思えない。もっと行って、もっと行って。前後半ですね。お願いします。なんかランニングシューズみたいな靴下げ大丈夫？お願いします。全員オンプレイ。ナイスショー。インプレイ。はい、インプレイ。よいしょ。250ヤード2打目、パー5です。セイ。やったー、 OB これ。微妙、微妙だなこれ。尾崎翔太選手、暫定1球です。OK。 うん、ナイスドロー。OK。 2打目がなかったので暫定を使用して今のが5打目でした。ナイス。それ広角になってるから直したいね、次設定で。ああ、そうだね。
入った。バーディー？バーディー。やば。やべえ。さあ残り3ホールでさここからだって言うんですけどさ。勝也さんのセリフなんだよ。なんでこれ最高のやつだったのに入ったら取り直しますじゃん。はい、危ねえ。おー、ナイス。ナイス。やばい。後半ですね。後半勝ちに押されてます。ハンデ14上げてんのにバーディー取ります。この人は本当いらないっしょ。本当いらないっしょ。差が開いてく一方で、グロスでも負けちゃうよこのままだと。それはない。ゴルフクラブ握ったの1ヶ月半ぶりとか言っといてね。本当だよ。いや僕は月1ゴルファーですよ。やってないやってない詐欺だよこれ。本当に今日めちゃめちゃ調子いいです。やばいやばい。天気がいいからどう思います皆さん。本当にすごい汗かいちゃってもうすごいね。焦っちゃうね。もういろいろ出てきちゃった激しい。いや今ね11番なんですけどこのホールがもうなかなか難しいホールで、ね、そう一番難しい。ここがクリアできればね。470ヤードだっけ。470ヤードのパー4なんですけど3人ともフェアウェイは行ったのかな。いや、それです。1人だ。浅野和也ラフです。あなたラフです。浅野和也ラフです。フリットあ、でもこういう克服していかないとゴルフは上手くならないから。まあ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 何ヤード191ヤード、2打目ですね。パー4 8番フライヤー計算だそうです。ピン右奥かな。ちょっと右すごいグリーンオーバー。すごい。すげえ。8番でグリーンオーバーした。神だ神。いや普通だよ。180ヤード5番で。はい。ちょっと右。これもちょっと右だ。超手前。言い逃れようのない。言い逃れようのない。ただのダフリ。88ヤード、188ヤード5番ショート。ショート
どんまい。どんまい。こういう時もある。難しい。この50ヤードぐらい。50ヤードくらいの距離苦手。あー、ショートだ、また。いつものやつ。あ、いや、めっちゃいい。は、うざ。入る、入る、入る。は、うざ。ハンデいらんやん。やべえ。フェアウェイはいいでしょ。あ、フェアウェイあり。うん。俺もうまい。うん、ナイス。オッケーでいいっすか。いいよ。俺は？ダメ？マークしてくんね。これはダメですね。これダメか。厳しい。厳しい。マークしてよ。うまい。おー、ナイス。オッケー。基本通り抜けたんじゃない皆さん。これ通り抜けたべ。俺がここで気抜かなければ。それプレッシャーすぎるだろ。外したらぶっ壊れんじゃん。自分のカメラだからね。自分のカメラ。これいいのが撮れそうだ。決めて。ナイスか、みんな。うまっ。うまいな。すじってんな、これも。ベタピンじゃん。よし。パースリー結構近く行ってプレッシャー与えられました。岡田くんのショットです。あー、右吹けた。ストレート。ちょっと手前です。焦りは超焦ってますよ。切れちゃうもん。ボギー。はい、ボギー。
なんすか。うまいな。でね、ご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいねと思った方は高評価、そしてもっと見たいなって思った方はチャンネル登録お願いします。完璧。